上田プロの捻転差を時間的変化で見てみましょう。スーパースローでスイングを見てみましょう。バックスイングはゆっくりと体を捻転し、右股関節に体重を乗せてテイクバックし、トップオブザポジションを形成している。左腰のリードから右肘を締めてクラブを引き下ろし、B ゾーンで地面を蹴ってインパクトに向かい、一気にクラブを振り抜いて加速している。それでは、静止画で捻転差をチェックしてみよう。このポジションでは、捻転差が0になり、捻転差の反転が行われる。捻転差が次第に広がっていきます。さらに、捻転差が広がっていきます。トップではしっかりと肩を回し、捻転差110度を示している。ダウンスイングの捻転差は少しずつ狭まっていきます。このポジションでは捻転差が0になり、捻転差の反転が行われる。駒落ちのため測定不能。インパクトでの捻転差は20度であった。捻転差が拡大していきます。捻転差の時間的変化をグラフで見てみましょう。テイクバックでは P3 で捻転差が反転し、時間の経過に伴い捻転差が広がっていき、トップオブザポジションで110度の捻転差を示しています。ダウンでは次第に捻転差が狭まり、ビジネスゾーンの P 点で捻転差の反転が起こっている。以降捻転差が広がっていくが、 P12 ではクラブヘッドスピードが最大になり、駒落としが認められ、測定が不能であった。フォローでは、捻転差が次第に広がっていきます。ご視聴ありがとうございました。